はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、また、メッシュです。メッシュ。今回はこれ、蝶や、じゃないよね。ん？蝶やだ、これ。あ、蝶やです。見た目めっちゃ蝶やじゃないんですけど、蝶やです。そこたまり、新緑梅酒。これが1200円ぐらいしました。深みとコクと旨みがぎゅっと凝縮したたまり梅酒。梅酒を知り尽くした、まさに、匠の一品と書いてあります。アルコール度数が 14%。こちらはですね、いろいろ後ろにめっちゃなんか書いてあるんですけど、これ。梅酒原酒の底は、梅の実の眠る場所。とろけ出た実の美味しさがたまる場所。新緑梅酒はじっくり熟成させた、梅酒、原酒の底に溜まった旨味梅酒です。梅酒のことなら隅から隅まで知り尽くした匠だけがこっそりと味わってきた希少な底溜まり。梅酒の蔵元、蝶屋の周家が呼び親しまれた新緑さんにちなんで名付けられました。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど。容量が 720ml。うん。あれ？ちょっと待った。原材料名とか一切書いてないんだけど。原材料名とか書いてないんだ。ここにね、ほら、蔵出し限定と、封がされてます。ご丁寧に。ご丁寧に、されてます。よくわかりません。ね、これホームページに載ってなかったです、これ。どこに載ってんの？載ってなかったけどな。これな。まあいいや、飲んでいきたいと思います。ね。あららららら。これは濃いでしょ。もう見ただけでもわかるでしょ、これ。ほら。濁ってないですか、ほら。これ。濁ってるね。なんか。見た感じ、この、なんか、緑茶っぽいね。色が。色がほら。あ、だいぶ濁ってるわ、こっちの方が。ほら。濁ってるでしょ。じゃあ、いただきます。乾杯。あ！あら！これは、蝶屋のザ・ブラックに比べて、全然甘くない。あら。あら。え、これびっくりするほど。なんかすっきりしてるんだけど、なんだこれは。ああ、これあれだわ。ちょっと渋みがある。
俺が作った自分の梅酒に近い、非常に近いですね。うん。なんていうかな。無駄ななんか、渋みがある。無駄に。無駄にっていうか、無駄にっていうより、いわゆる手作りしたような味があるね。手作りでしか、今まで確かに長屋の梅酒って渋くなかったもんね。うん。はあ。はあはあはあ。うん。これは、結構近いですね。俺が作ったやつと、非常に近い。さらにこの渋みを増すと、俺が作ったやつになる。俺がつけた、去年つけたやつ。確かになんかとろみがあるよね、これね。なんかトロンとしてる気がする。これは確かに、俺が作ったやつはもっと渋いから、逆に渋さが渋すぎるんだよね。でもこれは確かに程よい渋さ。渋すぎず、そしてなおかつ甘すぎない。いい感じに、ああ、美味しいですね。でも割とやっぱり俺の作ったやつよか、どうだろうな、俺の作ったやつよかなんか。ちょっとわかんないけど、まあ、なんでしょうかね。なんでしょうかね。ちょっとわかんないです。ちょっとわかんないけど、なんとなく、確かになんかうまいような気がする。でも確かに、俺が作ったやつは明らかに渋かったもんな。これの2倍ぐらい渋かったもん。なんであんな渋くなるのな。渋いっていうか酸っぱい、酸っぱいじゃないのか。
やっぱアクみたいな感じね。アクのなんか、味みたいな。で、結構飲みやすい。飲みやすいって言っても、ちょっとこの、こっちブラックはちょっと、甘すぎたでしょ。これを飲んで分かった。これのね、2倍ぐらい甘い、これ。本気で。嘘でもない。ガチで甘い。やっぱ甘かったんだなーっていうぐらい甘い。本当にこれは。でもやっぱり、確かに美味しいんだけど、ほら、結構ほら、手作りのやつ似てる味だから、あれと、そこたまりもクソも、普通にちょっと、自分で作れるレベルじゃないかと。思っちゃうんですよね。ちょっとそう思っちゃう。この渋さ。と、この香り。やっぱ若干、青っぽい香りがするね。熟してない梅を使った、その、酸味のある味わい、香り。っていうのがあるね、こっちは。こっちはどっちかというと、熟した感じの香りがする。こっちはすごい青臭い香りがする。まあでも、これにちょっと三つ星をつける、ね。これのね、これを、このやつの、そうだな、渋さを取ったのが、梅酒紀州ですね。俺の感覚で言うと。これを、まあ、さらにその、飲みやすくした感じのが多分、梅酒紀州。な気はするね。やっぱりこの濁りっていうのはやっぱり渋みのあれなんでしょうね。多分。ということで四つ星。それではご視聴ありがとうございました。